リーの初代ハーバート男爵シドニー・ハーバートは、イギリスの政治家、貴族、保守党、ピール派、自由党と党派を移しながら、閣僚職を歴任した。1810年9月16日、第11代ペンブルック伯爵、ジョージ・ハーバートの4、男として、イングランド・サリー・リッチ・モンドに生まれる。母は、父の5歳、キャサリン・ボロント・ソフ、イボ・アニに、 ロバート・ハーバートがいる。ハーロー校を経て、オックスフォード大学、オリオル・カレッジへ進学した。1832年から1861年まで、南ウェルトシャー選挙区から選出されて、諸民議員を務める。当初は保守党に所属し、第一次ピール内閣において、インド監督長副長官を務めた。第二次ピール内閣においては1841年から、 副海軍大臣、1845年からは、戦時大臣を務めた。穀物法廃止をめぐる、核内論争では、穀物法廃止を目指すピール首相を支持した。保守党が、穀物自由貿易派と保護貿易派に分裂すると、自由貿易派のピール派に属した。1852年12月に成立したピール派と、保育党の連立政権アバディーン伯爵内閣には、 ピール派からの閣僚の一人として、戦時大臣として入閣した。クリミア戦争をめぐっては、他のピール派閣僚と共に平和派に属したが、保育党閣僚たちに押し切られた結果、参戦することになった1855年1月には、クリミア戦争の泥沼化の中で、調査委員会の設置の動議が決議され、アバディーン伯爵内閣は退陣。代わって、 ホイック党主犯の第一次パーマストン支社区内閣が発足した。ハーバートは植民地大臣として同内閣に入閣したが、パーマストン支社区が調査委員会の設置に応じる構えであったため、他のピール派閣僚のグラントストン、サー・ジェームズ・グラハム順断者区と共に2週間のうちに下野した。1858年に第一次パーマストン支社区内閣が当閣され、 保守党党首ダービー伯爵が組閣の対面を受けると、ダービー伯爵から協力要請を受けたが、拒否した。ピール派の長老政治家グラハムが病気で、第一線を退くと、グラッドストーンや入ッする公爵と共に、同派の指導的存在となった。1859年6月、ホイック党とピール派の合同で自由党が結成され、自由党政権の第二次。 パーマストン支策内閣が発足し、ハーバートは陸軍大臣として入閣した。中国との戦争の指導に当たっていたが、1860年秋頃から糖尿病、腎臓病、ブライト病などを罹患して体調を崩した。病気の療養のため、1861年1月1日にリーのハーバート男爵に除されて貴族院に移籍することで庶民院から離れた。 この段階では、陸軍大臣には在職したものの、結局同年7月22日に、陸軍大臣も辞することになり、8月2日に、イングランドウィルトシャー・ウィルトンのウィルトンハウスにおいて死去した。リーのハーバート男爵の爵位は、彼の長男ジョージが継承した。また、翌1862年に、 シドニーの兄ロバートが子供なく死去するとジョージがペンブルック伯爵位も継承している。1846年にエリザベスコート・レピントンと結婚し、彼女との間に以下の三子を設けている。ありがとうございます。